この番組はブックライブとご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。電子書籍や出版のホットな話題を毎月お届けする ebook tv のお時間です。メインキャスターは私津賀康明です。よろしくお願いします。さて、解説はおなじみのこの方、電子書籍専門メディア IT メディア ebook ユーザー編集長の西尾泰蔵さんです。はい、皆様こんばんは、IT メディア ebook ユーザーの西尾です。今日すごく暑かったのでなんかちょっと元気がないような感じなんですが、逆じゃない。やめてくださいよ西尾さん。元気よくちょっと電子書籍のホットな話題をお伝えしていきますので、今日も最後までよろしくお願いいたします。さあ、この方は元気いっぱいですよね。ちょっとイメチェンしました。新メンバーの牧田亜美さんです。よろしくお願いします。かわいい牧田さん、あったかくて元気です、ね、メガネ取っちゃったんですか。もうポイと、あらポイと。で、髪の毛もこんなにバッサリ、そうですね、ちょっとイメチェンをしましたけど、どうでしょうか。大失礼しちゃったとか。そういう話題があればいいんですけどね。あ、そういうわけでもなかった。ちょっとそこは触れてほしくないかなみたいな。失礼しました。じゃあ皆さん気になることがあれば質問で寄せていただければと思います。皆さんからのコメントやツイッターもお待ちしております。ツイッターでコメントをいただくときはハッシュタグ ebooktv を忘れずにつけてください。では本日のラインナップはこちらです。注目のニュース深掘り解説、続いて漫画大賞特集、 ebook ベストセラーランキングと、そして今時女子のピチピチ読書事情と題して、最後に女子大生、元気な女子大生が登場してくるということで、西尾さんが今日は鼻の下を長くしております。バレてた、ということで盛りだくさんの情報でお伝えしていきたいと思います。さあ、新しいポーズをどうしようかというふうにね、それ1月に話してたんですけれども、はい、そんなことありましたね。ちょっともうなんかもう私にこれ押し付けてきて、もうびっくりしたんですけど、西尾さんが考えるじゃなかったでしたっけ。前回の流れ覚えてます、なんか僕が考えてくるよみたいな、もっと未来志向で前を向いて、はい、ということでちょっと私が責任を持ってやってきたので、ちょっとカメラいいですか。よりで、もっとよれと。いきますよ。それではeBook TV スタートです。これ何か分かります、このポーズ何か。あ、可愛い。セーラームーンでしょ。月に変わってなんですよ、そう。だからこれを、ぜひ ebook 戦士西尾ムーンにやってもらっていただきたいなと思いまして。いいですね。なんでカメラに向かって西尾ムーンちょっとかましてあげてくださいよ。いいですね。ではこっち、これこれと右こっち、はい、じゃあこれでね。あ、いいですね。行きましょうか。どうします、3人の3ショットでいきますか、それとも西尾さんのワンショットでいきますか。ちょっとこれはやっぱり、いや西尾うさぎさんに視聴率下がっちゃうんだ。じゃあ3人で、じゃあ3人でしょうか。じゃあ参ります。それでは ebook tv スタートです。やや刺激的なオープニングとなりましたが、ここからはニュースをお伝えいたします。今電子書籍市場でホットなニュースを西尾さんに深掘りして、ここは真面目に解説していただきます。さて西尾さん、今月はどのようなラインナップでしょうか。はい、今月は雪とかも降ってすごく関東とか寒かったじゃないですか、はい、電子書籍もちょっと今月はなかなかネガティブに映るようなニュースもあったので、たくさんあったんですけども、まずいつものように7つピックアップして、その中から2つご紹介していこうと思います、はい、ということで、まずじゃあテロップの方。 ありがとうございます。はい、牧田さん、気になるニュースありますか。私一番下のエノベル、レンタのエノベルってやつがちょっと気になったんですけど、うん、これエノベルって漫画とは違うんですかね。なんか漫画と同じような気がするんですけど、うん、ここではちょっと詳しくご紹介しないで、ぜひレンタの方に行ってご覧いただければなと思うんですけども、うん、イメージとしてはなんだろうな、ツイッターとか LINE の、その縦に流れるそのやり取りをするような感じの、うんうん、
あのものと言った方がいいですかね。普通はなんか横に本って横に流れていくイメージがあるじゃないですか、うん、そうではなくて、まあ、縦に流れていったり、あとはその誰が喋っているっていうのをビジュアルで表現したりっていうような、まあ、あのビジュアルをかなり意識した、作品コンテンツ。読みやすそう。そうですね、あの、うんうん、ちょっと違った感じの読み方ができると思うので、まあ、ぜひこれあのご覧になってみていただければいいんじゃないかなと。見てみたい、はい、気になる方はレンタをぜひ検索してみてください。さあ、では今日深掘りしていただくニュース、まず最初はこちらです。リーダーストアが北米市場から撤退、工房への移行を促すというニュースです。あらら、このリーダーストア、ソニーが運営する大手の電子書店ですよね、うん、撤退してしまうんですか、西尾さん。はい、これはあの、まあ、大きな話題というか電子書籍業界でもちょっと話題になりましたと、はい、で昨月1月ぐらいからあのこういうなんか撤退であるとか、まあ、あの閉店であるみたいなちょっとネガティブなニュースがいくつかあったと思うんですね、はい、で先月もあのコンビニ大手のローソンさんがあのそういう同じようなあの撤退するようなサービスの撤退っていうのを発表してるんですけど、マキさん覚えてますこれ。うん、覚えてます。覚えてます。まるまるブックスみたいな覚えてます。アルパカ。アルパカね。アルパカ。ね、今全国のローソンの人を敵に回した。ぶち切れ。やばいやばい。一文字違いだった。そうですね。エルパカブックスというやつでしたね。はい、あれもちょうどあの今月の26日でサービスを終了したみたいなお話もあったんですけども、まあそれ今回のニュースはそれよりも大きなニュースですね。あのソニーさんがやられているリーダーストア、非常に大きなストアなんの一つなんですけども、まあ、これがその北米市場から撤退するという発表をしたというところですね。で、まあ、ソニーには何が起こってるんですか。ソニーはですね、あの皆さんご存知かなと思うんですけども、今すごく変わっているんですね。私たち例えばウォークマンであるとか、バイオであるとか、ブラビアみたいな、まあ、そういういろんなブランドがあったんですけど、今どんどんあの手放していると、まあ、選択と集中という意味で話していると。テレビ事業は、分社化で、 PC 事業からは撤退というふうにしてるんですね。で今もうかなりソニーはそのコンテンツ、まあ、今ではガジェット屋さんみたいなところもあったんですけども、コンテンツの方に集中していきたいというところを出して、それが鮮明に打ち出たの一つだなと思いますね。これはあの日本のリーダーストアにも影響してきてしまう。はい、あのすごく、まあ、これちょっとあの推測も含むんですけども、まあ、普通あのこのニュース見たら、あ、じゃあいつか日本のリーダーストアもそうなるんじゃないの、うん、って多分皆さん思われる。心配になりますよね。そうですよね、ここがですね、まあ、ちょっとまずそうではないだろうなという、短期的にはそうではないっていうことをまずちょっと強く紹介しておきたいと。でそもそもこのニュースの見どころって何かというとですね、今までその電子書店が閉店すると買ったものが読めなくなるっていうことが多々あったんですね、で、まあ、仮に読めるにしても例えば他のサービスに移行する、まあ、それって大抵グループ内の同じようなグループのサービスに移行するようなあの形が示されていたんですけど、今回はですね、はい、リーダーストア、あと楽天のコボが、そういう会社を 別な会社が、の間でコンテンツを引き継ぐことができるというようなあの発表になったんですね。ということで、あのそういう意味ではまあちょっと一歩今までよりは前進した。電子書籍ってそんなにあの危険視しなくてもあのコンテンツなくなることはないんじゃないっていうちょっと安心感が、まあ、生まれたところはあるかなというところなんですね、はい、で あとこれが大事でした。なんでこれ北米市場から撤退して日本とか他の地域ではサービス継続するのかって、多分皆さんちょっとなんで日本もやめなかったのとかいろいろ思うところあると思うんですけど、はい、これはですねかなりあの周到な計画というかあのいろいろ考えを練ってやっているなと思うところがあるんですけど、ちょうど昨年の放送12月の放送でしたかね、あのソニーが 13.3 インチの大きな電子ペーパーを出したというニュースがあったんですけど、津田さんは覚えていますよね、はいはい、あのああいうまあ市場があると。でそれってどこに向いてるかというと、例えば教育の市場だったりするんですね、うんうんうん、ということで、まあ、そこにまずまだ目を持っていると、はい、ということで、まあ、日本ではまずそこをもう少しあのすぐに撤退でもうちょっとそこにかけてみたいという思いが多分あったんだろうというふうに思います。でそれは、まあ、あの例えば電子教科書みたいな領域にもつながってくるので、まあ、そのコンテンツの販売のストアとして、まあ、リーダーストアを残すあの価値はあるなというところであると。で、まあ、いずれにしてもその私個人的にリーダーストアの中の人何人か知っていますけども、非常にいい仕事をしているなと。あの海外のリーダーストアと比べても日本って独特 あのリーダーストアの展開をしていたんですね。ということで、まあ、あの外的な要因は非常に厳しい状況ではあるんですけども、まあ、非常あのここ多分正念場だと思っているので、まあ、ぜひリーダーストアにも頑張っていただきたいし、あのそれは乗り越えられるなと思っておりますというところですね。今のメッセージでも
手を出しづらくなるというメッセージもいただいていますけれども、石尾さんからすると日本のリーダーストはまず大丈夫だということ、うん、そして、まあ、広報でもまた読むことができるというところもこのニュースのポイントになってきますよね。まあ、だから将来的にその日本のリーダーストが例えばじゃあクローズするなんてそういうことがあったとしても、じゃあ広報がもしかしたらそこ引き受け先になるんじゃないみたいな、はい、まあ、期待もできるので、そういう意味ではいいストアとして成長するなんか保証みたいなところになってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、リーダーストアが北米市場から撤退、広報への移行を促すというニュースをお伝えしました。はい、では次のニュースです。サイボーク009がついに完結です。マキサさん、これ知ってますか？サイボーク009、あれですよね、マキタミ主な武器は加速装置だ。はい、西尾さん責任取ってください。乗るしかなかった、はい、いや西尾さんが牧田さんちゃんとやりよって巻き込まれましたね。そうしますね。はい、もう島村城の必殺武器というか、まあ、武器の一つなんですけど、これ多分今のでファンが増えたんじゃないかなと思うんですけど、私はサイボーグ009でよく知ってるんですけど、皆さんあまり知らないかったりするんですかね。すいません、私はい、あまり分からなくて。あ、そうなんですね。ただ主人はよく知っていました。まあ確かにどっちかというと男性向けなヒーローものみたいなところあって、まあ、あ、今ちょうど映ってますね。これをご存知の方は少ないかもしれないですね。これかなり初期の頃の旧テレビ版と呼ばれる映像ですね。この頃はまだなかなか分からない人も、この後に新テレビ版っていうのが私の世代ぐらいの時に放送されていて、多分それをご存知の方はたくさんいるんじゃないかなと思います。ちなみに今写ってる写真の一番左がさっき牧田さんがやった島村城ですよね。あれですね。仮面ライダーと並ぶ石森さんの代表作がこのサイボーグ009ということですけれども、はい、石森さんご自身は98年にお亡くなりになっていて、でも作品はちゃんと続いていたんですね。そうですね。まあ、これ1964年に連載がスタートして、まあ、いろんな媒体を移って、あとはまあその間隔も空けて断片的に続いてきたんですね。はい、でその中でその最後の最終編の構想というのが、まあ、石森さん作られていたと。でもまあそれを書かれる前にまあお亡くなりになってしまって、でまあそれじゃあこのままもう未完の作品になってしまうのかなと思っていたところもあったんですけども、今回素晴らしいのはその石森先生のまあアシスタント元アシスタントの方、あと石森さんの息子の方がですね、まあ、その残されたプロット、いくつかその最終稿のプロットみたいなのが残されていたんですね。でそれを使ってちゃんとじゃあ最終話までやっていこうということで作られた作品であるということですね。なので非常におそらく石森さんの意思を汲んだエンディングになっているというところで、これまでその最終編という呼ばれるものがいくつか2つぐらいあったんですね。神々との戦い編とか、まあ、そういう言い方であったんですけども、まあ、ちゃんとした終わり方を今回見れるということで、読むことができるんですか、はい、そうですね。これはちょうどですね、小学館さんがされているクラブサンデーというウェブコミックサイトがあるんですけど、こちらですね、こちらで全て読むことができると。読めるんですか？でもお高いんでしょ？でもお高いでしょ？無料で、安っ、読みたいですね。誰でも読むことができる、ここは本当にぜひ見てみたい。まあ、最後いろんなその敵がブラックシャドウだったかな、最初はみたいなのがあったので、まあ、最後の敵がだいぶその人間の存在を超えたような存在みたいなものが敵になって、まあ、ぜひこれは読んでいただきたいと。50年にわたる一つの昭和から平成をまたいでの作品として、まあ、ぜひ皆さんにも読んでいただきたい作品だなと思いました。クラブサンデーという小学館が運営するコミックサイトでもご覧いただくことができます。サイボーグ009がついに完結というニュースをお伝えしました。はい、ここまでニュース深掘り解説でした。続いてはこちらです。続いてはブックライブの古橋ひろこさん、そしてアプリソムリエの石井ひろこさん、ダブルひろこさんの登場です。あ、よろしくお願いします。お願いします。なんて爽やかで可愛いダブルひろこって嬉しいですね。やりたいです、これやります。いいいいお願いします。さあ今日は
ダブルひろこさんとどんなことを考えてますか、はい、今日はですね、はい、漫画大賞をご紹介したいと思います。漫画大賞ご存知ですか？漫画好きは絶対に外せないという、1年に一度のビッグイベントですよね。そうなんです、お二人の言う通りもう1年に一度のお祭り、漫画大賞を紹介したいと思います、はい、この漫画大賞は友達に勧めたくなる漫画を選ぶことをコンセプトにしている漫画大賞実行委員会によって主催される漫画賞です。2008年の3月に第1回漫画大賞が発表されて以降、ちはやふる、てるまえろまえ、海町ダイアリーなどを大賞として選出してきました。そして今年も10の作品がノミネートされているんですよね。はい、そうなんです。大賞発表は3月27日なんですが、その前にですね、ノミネート作品をご紹介しちゃいたいと思います。はい、このノミネート作品をこういち早く知って、何でしょう、投票みたいなのはできるんですか？そういうわけではない。そうですね、投票はできないんですが、いち早く知ることができる、皆さんにも読んでいただきたいですよね、うん、そうなんです、はい、ではご紹介したいと思います、はい、まずアジン、あ、これは西尾さんが大プッシュしている漫画ですね、うん、もうノミネートされています、はい、音読め語り、坂本ですが、さよならたまちゃん、うーん、なんか絵が可愛らしい、可愛、ね、い、癒される重版出題、七つの滞在、僕だけがいない街、引き出しにテラリウムで、こちらで8作品になりまして、あと2作品ちょっと初映がご用意できていないんですが、ワンパンマンと足摺水族館という作品もノミネートされております。はい、合計10の作品が現在ノミネートされています。じゃあ、漫画大賞にの趣旨に沿いまして、私たち3人がそれぞれ皆さんにおすすめしたいというものを今日は紹介していきたいなと思っております。さあ、その前に今回はいつもと違う試みがあるんですよね、古橋さん。そうなんです、うん、今回ですね、番組コーナーでご紹介している作品を皆さんにより楽しんでいただきたいと思いまして、秘密兵器をご用意しちゃったんです。おー、気になる。なんだろう、いや、どっから出てくるんですか？まあちょっといろいろどの辺かな今ですね、画面に表示されている QR コード、こちらを読み取っていただくと、はい、なんと今回ご紹介する作品が紹介されているブックライブのページに飛んじゃいます。おお、すごい。じゃあそこから買ってくれということですねそうですね、平たく言うとそういうことですすごいスムーズにということで、スマートフォンなどお持ちの方、ここから読み込んでいただければと思っております、はいはい、じゃあどんどん紹介していきましょうか。そうですね、はい、じゃあ石井さんお願いします。はい、ではまず私の今回漫画大賞の中でおすすめの作品ですが、もうこれに決まりです。坂本ですがです。はい、先月も大プッシュしてましたね。本当にこの漫画が大好きで、もうこの漫画の魅力を一言で言うならば、見てください、このジャケットもうCD で言えばもうジャケ買いしたくなるこのスタイリッシュな、何ですか、この黒板の溝で、あたかもチョークを使ってビリヤードをしているみたいな、気になりますよね、この坂本くんで、この坂本くん、実は見るもの全てを魅了するスタイリッシュでクールストな男子高校生なんです。で、その坂本くんがこう学園生活でこういろんなこうことをしでかしていくんですけども、シュールでそれでいてコメディな漫画です。例えばこれとか、黒板消しがあるじゃないですか、ちょっとね、同級生の男の子があまりにもクールストな坂本くんにひがみが入ってちょっといじめちゃうんですね、でも坂本くんはその黒板消しをさらりと避けて何このポーズかっこいいんですよ。いや、金メダリストの羽生くんみたい。もうまさにもうその通り、もう王子様がクラスメートにいるみたいな、で女子生徒もキャーみたいな、するとなんかちょっと男子高校生はいけすかんなみたいな感じで、さらなるいたずらを仕掛けるんですよ。こう例えば机を隠すみたいな、そうすると坂本くんは、あ、先生いいです、僕は窓際ここで結構ですからみたいな感じで、動じないんですね。全然動じないんですよ。で、その姿に思わずこうクラスメートの不良たちも、もう坂本にはかなわんなみたいな感じでうっとりしてしまう。もうね、
本当に私これギャグ漫画だと思って読んでたんですけれども、女の子が読むと本当に萌えポイントもしっかり押さえてるんですよね、うん、なのでこの最近漫画大賞の受賞作って結構実写化されること多いじゃないですか、テルマエロマエもそうですし、だからこの坂本ですがもういつかなんか漫画の世界を飛び越してなんか実写化されるどの子が坂本くんやってくれるんだろうみたいな妄想にも浸れるし、これだけ好きだったらね、映画になったらこう石井さんなんかちょい役で出してもらってね、いやそうですしかもこれなんかまだ2巻しか出てないので、なんか今から読んでもすぐにこう追いつけるので、そのなんか新刊っぽい旬っぽい感じもあって、もうぜひともおすすめです。誰に演じてほしいって来てますよ。あーでもどれだろう、悩みますね。悩むな。これだけ好きだとかなりもう、ね、でもなんか黒髪で背が高くてシュッとした細身な感じが、西尾さんは西尾さん西尾さんちょっとなんかこう黒人っぽい感じが出るからもう少し若ければよかったなっていう、学生はきついかなみたいな。ぜひあの坂本ですがQR コード出てるのでインストールしてください。こっちですね、こちら、ね、漫画大賞取ってほしいですね。取ってほしいです。おすすめです。石井さんのおすすめ、坂本ですがでした。じゃあ私もおすすめの漫画があるのでいいですか。はい、はい、重版出題という漫画をご紹介します。重版っていうのはもうあのブックライブの古橋さんだったら知ってますよね。そうですね、重版は、はい、わかります。あの初版と同じ版を作って刷り直すこと、うんうん、で出体、重版出体は重版が出来上がってその書籍が販売されることということなので、まあ、出版社にとってはとにかく嬉しいことですよね。でこの漫画に出てくる主人公のすごくまっすぐな姿がいいんですよ。この女の子、この黒沢しんちゃんがあの主人公なんですけれども、うんうんうん、新入社員として出版社に入りまして、とにかくまっすぐであのひたむきな姿なんですね。そしてあの出版社の裏側とかも知ることができる、うんうんうん、本一冊出すのにあこうやっていろんな苦労があるんだよなとか、あ出版社で働く男の人ってこういう服装してるんだとか、普段わからないところですもんね、作ってる側の人はにじみ出てくるような、その辺がすごく楽しくて、あこのねシーンもいいんです。売れる書籍は愛されてますっていうねセリフがあるんですけれども、こうグッとくるような言葉も時々1ページの中でドンと出てきたりして、あらその辺も皆さんに読んでいただきたいなというふうに思っております。しかもなんかこの3月に発表される漫画大賞にぴったりですね。なんか新生活に向けてみたいな、またいいコメントします、ね、読んでみたい、なんか多少もらえそう、ね、ノミネートされていますけど、これもなってほしい、漫画大賞になってほしい、重版出題をご紹介しました。じゃあ古橋さんもお願いします。はい、私からはですね、僕だけがいない街をおすすめしたいと思います。ちょっとこちらは打って変わってギャグでも爽やかな話でもないんですが、この作品はですね、半門と毎日を過ごす漫画家藤沼悟という青年が主人公で、彼には特別な能力がありまして、それが事故だったり事件が起きる直前に時間が巻き戻るということなんですね。でこれをあの悟自身はリバイバルと呼んでいますと。で物語の中では現代で起きるその悟のお母さんを巻き込んだ事件、あと主人公が小学校の時に起きた誘拐事件をはじめ、いろんな事件が起こるんですけれども、その無関係に見えた事件が全てつながっていくみたいなストーリーになっているんです。ですね、この見どころを久々にフリップでまとめてみました。はい、ひとくさん特製のフリップです。うん、まず一つ目、こちら。ダダン。スタートからラストへの加速度ですね。はい、加速されていくんですか。そうなんです。読み始めはこう悶々とした毎日を過ごす冴えない青年が意外な能力を持っていてみたいな、ちょっと最近あるようなよくあるような漫画なのかなと思いきや、本格的な SF サスペンスです。サスペンス。そうですね、グダグダ読んでいるともういつの間にか事件が起きていて、いつの間にか伏線が張られていて、どん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 スピードが上がっていくので、もう一巻もすっごく気になるところで終わるんですよ。一気読みしたくなる感
感じ。ただ2巻が出てるので、うん、安心して2巻読むじゃないですか、はい、2巻も気になるところで終わります。うわいやらしいな。そうなんです。もうどんどんぐいぐい読ませていただくれる作品ですね、はい。そしてもう一つ、もう一個はこちらです。リラックス禁止だよ本格サスペンス。可愛いイラスト。このイラストも広橋さん描いたんですか。そうなんです。え、上手。昨日夜なべして描きました。あの漫画をトレースしてトレースというか描き写しだけなんですが、これがですね、この先ほどお話ししたリバイバルという能力がキーワードになっていて、このリバイバルというのがですね、まあ、簡単に図で表すと、すごい簡単な図なんですが、まあ、過去があって今があって過去があると、うん、でこのここで事件が起きたとすると、こう事件が起きる前のところをリバイバルもう一回やり直すんですね。ただ回想とあのリバイバルの特徴が、事件で不幸が回避できないと何回もリバイバルするんですよ。逆に言うと、その不幸が回避でき、あのリバイバルしないのは不幸が回避できた正しいルートということになるんですね、でここでただ作中の中では、これが正しいのっていう展開にもなっていくわけなんです。あ、これそのまま進んじゃったけど正しいのみたいな、そういう疑問もありながら。そうなんです、そうなんです、はい。でこれ正しいとしたら何が正しいんだろうとか、一見不幸に見えるけれども、うんうん、そういうことを考えていくと全然リラックスできません。そこにつながる、はい、スピードもあってリラックスもできないという、はい、そうなんです。僕だけが痛い待ち、はい、あと もう一 つ, もう一つ、はい、おすすめポイントがちょっと内容とずれるんですが、あ、なかった。ちょっと逆です。逆できるさ。逆です。かわいいなひろこさん。これです。帯にも注目。帯に書籍の話。そうですね、紙の本の場合、まさかの、はい、電子書籍の書店員が紙の本のお話をさせていただきました。確かにそれだけ好きってことですよね。そうですね、この作品が。これ何かというと、あの作者の三部圭さんは、ジョジョの奇妙な冒険の荒木先生のところですですね、うん、あのジョジョの奇妙な冒険の2部終盤から5部の終盤までアシスタントをされていたらしく、その縁で荒木先生から推薦文が寄せられました。すごい、はい。ただこれですね、見ていただくと分かる通り、見えますかね、三部さん、ジョジョの三部を手伝ってくれてありがとう、懐かしいね、内容と全く関係ないんです。はい。そうなんです。ちょっとこの帯が話題を呼んで、あのネットでも何なんだみたいな感じになってるんですよね。これよく見るとダジャレなんですよ。三部さん、ジョジョの三部を手伝ってくれてありがとうっていうのが多分。はあ、あ、三と三。はい。これってもしかしてよくわからないけど面白くなってるとか、なんかよくわかんないけど惹かれるみたいな、この作品の内容を示唆しているのかなっていうのは多分考えすぎなんですが、うん、そんなこととかも考えちゃうような、うんうん、古川さんかなり深く紹介しましたね、はい、それだけおすすめ、おすすめ、はい、僕だけがいない街、はい、ぜひ読んでみてください。一体何、誰が、はい、どの作品が撮るんでしょうか。皆さんも注目してください。さあではサクッとベストセラーランキングも参りましょうか。そうですね、お願いします、はいはい。では1月にですね、どんな作品が売れたのか、ブックライブのランキングをご紹介したいと思います。まず書籍部門ですね。書籍部門は文芸ジャンルの売れ筋ランキングです。まず10位から4位までこちら、このような結果になっております。今年の1月に芥川賞を受賞したアナが10位にランクイン。7位の小さなお家は1月に映画化されて、出演した黒木華さんがベルリン国際映画最優秀女優賞を受賞したことで話題になりましたね。はい。さて3位からは一つずつご紹介していきたいと思います。第3位はこちらです。ロスジェネの逆襲です。めちゃめちゃ面白いですよ。菅谷さんも本当にこれも読み始めたら止まらない。そうリラックス禁止、はい、もうドラマの半沢直樹の熱も冷めやらない、原作小説の続編が第3位です。
そして第2位はこちら、こちらもですね直木賞を受賞した昭和の犬が第2位にランクインしました。うん、著者 の姫野薫子さんはデビューから25年5回目の直木賞候補で、うん、受賞されたそうです。すごい。さあでは気になる第1位は、はい、第1位は隠蔽捜査ですね。あ、はい、こちらドラマとか、ドラマ見てます。もう話題ですよね。いいタッグですよね。あの二人の刑事のボンド感が、はいはい、うんうん、そうなんですよね。これ刑事ものに結構ある現場の刑事が活躍するんじゃなくて警察庁のキャリア官僚の活躍が描かれていて、うん、もうハマる人が続出という作品になっています。はい、続いて漫画部門のランキングです。10位から4位までこのような結果になっております。はい、失恋ショコラティエも入ってますね。あ、そうですね、いよいよ終盤に差し掛かってますもんね。ドラマもそうですね、漫画もいいですね。いいですね。はい、あとは、先月の放送で西尾さんが紹介されていた東京グールリマスター版9巻もランクインしています。はい、第3位は、こちらです。君に届けリマスター版20巻ですね。こちら男性から女性まで幅広く愛される爽やか胸キュン少女漫画君に届けです。はい、では第2位もお願いします。はい、第2位はこちらです。ジョジョの奇妙な冒険第1部5巻です。はい、うん、こちらは、昨年の12月には文化庁メディア芸術祭の漫画部門大賞を受賞されています。うん、そしてなんかフライングが起こっているようですがさあ第1位は何でしょうかこれです。キングダム32巻大丈夫ですキングダムですね。なんと必ず上位に入ります。そうなんです、しかもなんとですよ皆さんなんとですよ、はい、去年の12月に行われたジャンプフェスタ略してジャンフェスでキングダムのフィギュア化プロジェクトの始動が発表されたんです。おー、はい、ということは私の大好きな、皆さんの大好きな大きなフィギュアが発売間近なのではないか。超嬉しい、超嬉しい、はい、はい、なので、発売されたら、はい、すぐに買います。買いますね。ありがとうございます。さあ皆さんも気になる作品はあったでしょうか。はい、ベストセラーランキングをお送りしました。ダブルひろこさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはこちらです。お待たせいたしました。特集のコーナーです。今回は今時女子のピチピチ読書事情と題してお届けします。ピチ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 とかやばくね、死語じゃね、喋り場死語じゃねその死語を考えたのが西尾さんです。よろしくお願いします。いろいろな雑誌などなど過去のものをいろいろ研究した結果、ピチピチはまだ現役で使われてる。さあそのピチピチにぴったりな今日はですねゲストをご紹介したいと思います。現役女子大生でアプリ開発なども手掛けるミラクルガールズのメンバーから丹下絵里さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピチピチ女子大生です。うらやましい。うらやましいわ。ただの女子大生じゃないんですよ、はい、どこの大学に行ってるんですか。東京大学に通わせていただきます。すごい。どうやったらセンター試験でそんな高得点が取れたんですか。今聞いても仕方ないさあその現役女子大生東大生の丹下絵里さんをお迎えして今日は今時女子のピチピチ読書事情をお届けしたいと思うんですが、丹下さんミラクルガールズという
グループのメンバーで、そうですね、いつデビューしたんですか、そのアイドルは。ちょっと浮かれた名前なんで、でもアイドルじゃないんですけど、ちょっと IT 女子大生4人組でミラクルガールズって名乗ってるんですけど、アプリの開発チームなんです。アプリの開発チームで、企画からコードを書くところまで全部私たち、女の子だけで、はい、女の子でも。石井さんの目が急に輝きました。いや、私もちょっとアプリはかなり気になるところなので一人入れてもらえますか。あ、私全然何もできない何もできないすごいですね。そのミラクルガールズメンバー4人でしたっけ。はい、4人です。どうやって結成されたんですか。は、内定先の同期の友達4人で一緒にアプリ作ろうよっていうところで。あ、あとは就職先の企業もそういう IT 関係の。そうですね、リクルートホールディングスのネット領域っていうところで4月から働くんですけど。リクルートの内定者、はい、4人組が、はい、あ、そうなんですか、はい、そしてミラクルガールズを結成してもう何かこうプロジェクトとして動き出しているわけですよね。そうなんです、ミンムっていう動画アプリを、2月にリリースしまして、今アップストアに出てるんですけれども。かわいい、かわいい、本当だ。みんなで作るプレゼント動画アプリ、どういったものなんですか。これはお祝い動画をみんなで簡単に作っちゃおうっていうアプリで、誕生日とか結婚式とかみんなでメッセージ集めて動画作る機会多いと思うんですけど、そういう時に自分の iPhone からちょっとメッセージ取ってアップロードするだけで、みんなと一緒に動画を作れるっていうアプリ。アプリが勝手に編集までやってくれるんですか。編集も全部、音楽も全部つけてくれます。便利。これ私もこのサイトにある動画見ましたけども、はい、すごく心、動画もすごくプロモーション動画なんですけど、すごくいいなと思えるような。そうですね、今 IT メディアの方でもですね、丹下さんほかミラクルガールズの皆さん のご紹介する、ちょっと取材させていただいた記事なども載っているので、ぜひ今彼女たちがどんな活動しているのかもちょっとご覧いただけると嬉しいなと。もうこのミンムはダウンロード数も少しあるわけですか。そうですね、今確認した時は6000弱ぐらいだった。すごい、いっぱい使っていただいて本当にありがとうございます。すごい。4月から入社して仕事するのにもうこのような働きをして、はいはい、リクルートさんからこうボーナス出てるんですか。ちょっとノーコメントで上手ですね、切り返し。ですよね、その就活中に実際にその物を作って、うん、でそれでプレゼンみたいな企業増えてますよね。多いですね。内定者のうちから機会もいただけて、すごい。じゃあそんな IT 女子大生の丹下さんと一緒にですね、今の女子の読書事情、西尾さんがどうしても知りたいということで、ありがとうございます。これはきっと電子書店の関係者の皆様などなども、はい、出版業界も今何がその若い方が流行ってるかというのを知りたいと勝手な理由をつけてみました。西尾さんの個人的なあれではないということですね。テーブル5人で並ぶと西尾さんすごい恥ですね。はい、角の方で申し訳ないです。女子会では今時女子の読書事情、いくつかの質問を用意しましたので、手元の丸バツとかで早い出してもらえればなと思います。はい、西尾さんにも。西尾さんも。はい、私もいい。西尾さんも。女子っぽくじゃん。じゃあ、はい、まず。女子っぽく答え。では、まず1問目です。はい。電子書籍と紙の本、読書の割合は正直、紙の本の方が多い。丸かバツか。どうでしょう。カメラ。あ、紙の方が多い。紙の方が多い。あ、紙の、あ、女子3人は丸、西尾さんは×ということで、ありがとうございます。はい、ではどんどん参りましょう。自分の周りの女友達に熱心な電子書籍ユーザーが2人以上いる、丸か×か、どうでしょうか。あ、分かれる。アプリソムリエの石井さんの周りにはいますけれども、ない。うん、結構タブレット持ってる子はもう必ずと言っていいほど電子書籍使ってる子多いですね。丹下さん、東大生もまだ紙の方が。東大生全然紙めくってますね。まだか。そうですね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次3問目、定期的に買っている本がある、丸か×か、どうでしょう。毎月この本は必ず買う。本ですか、雑誌とかは。雑誌でもいいです。雑誌もいい。はい、毎月これは買うっていうのは、あ、3名の方はあるようですね。ありがとうございます。では電子書籍について、
電子書籍で有料コンテンツを買うことに少しためらいがある、正直どうでしょうか、挙げてください。あ、女子2人、若い20代、ちょっと若くない、ビチビチしてない女子は意外といける、石井さん確か同じぐらいだった、そうそう、同じ世代で意外といける、少しためらいが、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次最後タンヤさんに、はい、東大で今後 ebook tv の人気が出そうな気がする、ありがとうこれパワハラ言わないよということで、簡単に質問させていただきました、うん、さあ西尾さん、今までざっと質問してきましたけど、はい、今の見て、まあ、今ニコニコのコメントの方でもあった、例えばじゃあ牧田さんって一体何を読んでるんだとか思うんですよね、うん、まあ、確かにあの見方変えると、ええ、ウェブサイトでいっぱい文字とかニュース、うん、ebook ユーザーもそうですけど、はい、ニュースメディアとかで文字がいっぱいあると、うん、はい、まあ、それを一日見てれば、まあ、本一冊分になるとか、まあ、計算すればなるかもしれないんですけども、まあ、少なくとも今言えるのは本をあまり読まれていない方もいる、はい、多いと、牧田さんとか特にそうだったなと、うん、じゃあ一体どんなものをあまり本自体をもう読まないのか、また全然違うコンテンツは何かを楽しんでいるのかみたいなのをぜひ聞きたいななんて思うんですけど、ああ、なんか正直に言って、うん、家母とかが買ってきた本が結構ストックで過去のがあるんですよ、うんうんうん、だから自分で買うんじゃなくて、そういう家にある昔の本をこう本で読むっていうのはあったり、うん、あとはネット上で結構まあ無料で見れるものがあったりとか、うんうん、あとはその店頭でもまあ立ち読みができちゃったりとかっていうのがあるじゃないですか、はい、だからその自分でこう新しく買ったりだとかしなくても十分な情報が得られてしまうので、うん、こう自分でお金を使ってっていうのはあまりないですね。なるほどね。タンゲさんどうでしょう、なんか毎月これは買ってるっていう本、はい、私も毎月買ってるのは雑誌ぐらいですね。なんか文庫本とかはもう買わなくなりました最近になって。じゃあ逆に電子で読む機会ってありますか？電子で読む機会も正直なんかこう昔は電車の中で紙の本を暇つぶしに読んでたんですけど、最近なんか結構キュレーションまとめニュースとかを見てると時間が潰れちゃうので本読まなくなりましたね。なんか最近のニュースで大学生の4割近い人が1ヶ月に1冊も本を読まないっていうデータがあったそうです。衝撃的と思ったんです、まあ、ちょうどコメントでも政教調べでってやつですね。そうそうそうです。どうでしょう大学生、現役大学生のそうですね、うん、漫画抜いたらそうでしょうね多分。あ漫画は読むけどなんですか？漫画はめちゃくちゃ読みます、みんな暇なんで。そっか、何が電子に足りないのかなというのを今日いろいろね話していきたいなと思うんですけれども、はい、ちょっとそういえばここで、今例えばじゃあ雑誌って何が売れてるんだっていうのをですね、私もちょっと気になっていて、雑協という日本雑誌協会というところがあるんですね、はい、でそこが出してまとめているその発行部数のデータっていうのがあるんですね、はい、なので昨日私も夜なべしてデータをまとめてみました、うん、お気になるまずちょっと今出ますかね、総合もう年代、例えばシニア層とかティーンズ向けとかいろいろあるんですけど、そういうの全部なし、うん、部数だけで総としてみると、うんうん、こういう結果が出ました、はい、これが男性女性含めて全てのものですね。やっぱりジャンプ、はい、マガジン、やっぱ強いですよね男の子、うん、やっぱり上の方見るともうほとんど漫画誌ですよね。これは総合でちょっと女性に特化したものにちょっともう探って調べてみました、はい、それがこちらですね。私家の光とかごめんなさいちょっと知らなかったんですけども、あ、まあ、非常に出ている。もちろんこれって今印刷証明付け発行部数って言ってるのはですね、うん、返品の数とかを考慮してないので、全くこの数字が実力かっていうとそうではないんですが、うんうんうん、まあ一つの指標として。あ、でもこれ私見て思ったんですけど、うん、すごい生活習あふれるコメントですけど、スーパーとか行ってレジ脇によく雑誌置いてるじゃないですか、はいはいはい、それめっちゃ多いですね。あ、そうなんだ。今日の料理とかオレンジページとかでモアノンノも結構置いてるんですよ、スーパーのレジ脇で。うわーとかもやっぱ主婦の人が、女子は、なるほど、本当に家でちょっとした専業主婦の人が空いた時間に雑誌ペラペラなのかなとか言って今ふと思っちゃった。こういうの見てるとじゃあ雑誌とかを今紙の雑誌支えてるのってじゃあ割と年齢層が高い人なのかもしれないなと思うと、まあそういう意味ではその牧田さんや丹下さんあまり本を今そんなに読まないと、まあ他の娯楽もいっぱいあるって言われてるぐらいだから、そういう意味ではなかなか本に対する向き合い方ってかなり変わってきているんだなというところをすごく感じるなと思いましたね。
じゃあ逆にどういった本だったら若い女性とっつきやすい、うん、読んでみたいなっていうふうに思いますか。ジャンルとしては谷さんどうでしょう。読んでみたい本、はい、こういうのちょっと興味そそられるなっていう、うん、あ今周りは結構なんか料理本とかっていろんな企画ものがなんか出てるじゃないですか。丼、だけまとめてとか、うん、ズボン飯とか、うん、ああいうのが結構人気あるので、うん、なんか電子書籍とかでみんなで共有できたらいいかな。あ、料理本の電子書籍で言うと ね、うん、いい11時からあるんですよ。すごい、これもぜひ見ていただければね、思ってますけども、そうか例えば皆さんその LINE、 例えば LINE とか日常的にお使いかなと思うんですけども、うん、はい、LINE 漫画とか、まあ、あれは有料ですけど、例えば他にも漫画ボックス、先月かな、うん、紹介しました漫画ボックスとかあるんです。ああいうのって無料で楽しめたりするじゃないですか、うん、ああいうのは見たりするもんなんですか。見ます。私結構見る、やっぱりアプリ気になるし、しかも無料だし、うん、だからついつい読んじゃいますね。無料だったら、まあ、手軽に、しかも漫画だったらスマホサイズでも、まあ、気軽に読めちゃうみたいなのは。でも読まないですか。全然ですね、多分知らないですね、みんな。あることも知らない。どうでしょう、東大生の方も紙の本が多いっていうふうに言ってましたけれども、周りでいないですか、はい、タブレットやスマートフォンで電子書籍を読んでるお友達。まあ、見たことないですね。ミラクルガールズの中にもミラクルガールズでもまだ流行ってない。なんか昔の、漫画がよ、電子書籍が読みにくかった頃のイメージがまだあるみたいで、みんな全然使わないですね。西尾さん、浸透させていかなきゃいけない、衝撃的ですね。ミラクルガールズでもまだ使っていない。そうですね、申し訳ないな。取り入れていきたいと思います。どうですか、難しそうなイメージありますか。そうなんですよね、買うのが難しそうだなっていう。それは前々の電子書籍始めましたっていういいコーナーがあったので、この番組のアーカイブで全部見ることができる。すごい簡単なんですよ、すぐに見ます。あとは今後どうやって女性の間でも広げていけばいいですかね、西尾さん、切り口としては、まあ、もしかしたらその心に響くタイトルがないのかなというのもまああると、まあ、さっき坂本ですかとか相当刺さってるなと思いましたけど、まあ、そのあの本当は刺さるかもしれないけど、まあ、その知らない、やっぱ知らないっていうのはやっぱりすごくあの大変だなと思っていて、まあ、その見つける、やっぱり今ってそのなんだろう、玉石混合というか石ばっかりみたいな感じのところもあるので、いい作品にあの出会う機会を作ってあげなきゃいけない、作らなきゃいけないのかななんて思うんですけども、最近トレンド、今日はあのニュースの深掘りで漫画番組っていうところをちょっと紹介、あの項目並べてたんですけど、最近のその電子書籍業界のトレンドって物を買うんじゃなくて、お金、あ、ごめんなさい、時間を買うっていうような方が割と強く出てきていると。例えば何でしょう、ワンピースの最新刊を買うとか、そういう章とか巻とかのものではなくて、例えば1日30分までは全部読めるよと、でも30分過ぎたらもし読みたかったら明日まで待つかお金を払っていく。最近それ流行ってますよね、すごくそういう取り組みが。サラリーマン金太郎のアプリもあったんですよ、無料アプリ でそれも30分限定で、ね、うん、しかも夜の9時とかでこうなんか、そうそう、ね、時間が限られてるから、そこまで没頭 しすぎずに住むみたいなのもあっていいですよね、うん、かなりその時間を買うみたいなところがですね、まあ、これっていろいろ、例えばパズドラみたいなそのソーシャルゲームとかでも、まあ魔法石買っちゃうみたいなあるじゃないですか、っていうのがあのかなりその書籍の方にも浸透してきていると、うん、ということなので、まあ、従来型のその刊を最新刊出して買うみたいなところから、もしかしたらネットとか電子書籍っていうのは違うやり方、うん、アプローチっていうのがあるんじゃないかなというふうには思いますね。あ、じゃあ皆さんにちょっと聞いてみたいのが、一月にいくらまで本に出していいというふうに思いますか。それか紙も電子も含めて、うん、まあ、自分のお小遣いの中で月にいくらまで自分の本代として、じゃあ馬下さんどうですか。そうですね、いくらだろうな、でも、まあ、1000円とかですかね。1000円、1冊買えないこともありますよね。1冊買えない、そうですね、でもなんかその今1ヶ月にその本を買うっていうのがないので、うん、1000円でも、でもそうですね、もうちょっとこの番組のギャラあるから買いに行こう。そうですね、ちょっと貢献していかないとって感じなんですけど。まあ、そうですね。じゃあ丹下さんどうですか、月にいくらまで本に。そこ1000円ぐらいですかね。結構余裕がある、素晴らしい運営が、うん、
アンケートも出してくれました。あ、皆さんの、うん、アンケート取りますか、うん、あ、その間にじゃあ石井さんのぜひ月間購入額的なところ購入額でもいつまで出していいか。そうですよね。でも本当に気になる本とかで、新刊とかだったらもう1900円とか余裕でいっちゃうじゃないですか、うんうんうん、それは出せるのでやっぱ2000円前後とか、で結局読み切れる時間が持ちなんか結局あるのかなって元にって考えた時に2000円ちょっとかな。え、一月に2000円、一月に2000円2、3000、うん、本で、うん、やっぱ時間が意外とないみたいなの。 そうですね、その分なんか若干スマホでなんかそれこそさっき言ってたなんかニュース見たりとか、そっちに使っちゃってるんだろうなっていう気がすごいありました。さあ、皆さんにも今質問を出しております。毎月いくら本に使いますか。じゃあ西尾さんどうでしょう。今集計しております。先月1月でだいたい3万円ぐらい、わあの上下あるんですけども、あの先月はなんか急に闇金牛島くんにハマってしまって、電車席って一巻買って私コボをよく使うんですけども、あの一巻買ってコボってまとめ買いがちょっとめんどくさいですね。で1巻ずつ買うんですけど、まあ、そういう買っていくと、まあ、なんか積み上がったらそんな感じ、まあ、他のいろんな作品も買っているのでっていう感じですね。すごい、うん、そうか。さあ皆さんの集計はもういいですか。はい、じゃあ出たようですので、はい、見ていきましょうか。あ、すごい。さあ、あ、クラゲも、はい、ではまず最初に1000円以内という方が 17.4%、1500円までという方が 8.6%、2000円までが 0% ですね。で、3000円までが 8.6%。 で逆にびっくりしたのが 65% の方がいくらでもという、やはり本好きの方が見てくださっている番組なんだなというふうに感じますね。いくらでもいい。ぜひそのいくらでもと答えていただいた方の中で、じゃあ俺はこれだけ使ったぜみたいなちょっとマックス自慢を。あ、最高。1ヶ月いくら使ったっていう自慢がある方、どんどんメッセージをツイッターお願いします。私はあの新入社員で会社に入った時に、基本あの手取りの初任給お給料の1割は本題に投資しろというふうに上司に言われたことがあって、その意味がよく分からなかったんですけど、やめたいもすごく分かるんですよ。いろんな本を読んでると、読書は最大の投資であると。でいろんな語学学校に行ったり何なり勉強して投資をするよりも、実は一番やるべきことは自分への投資で、その自分への投資の近道が読書であるっていうのは、よくいろんなビジネス本とかに共通して書いてあるので、1000円と言わずに。そうですね。そうですよね。いろいろ言葉の勉強にもなりますもんね。そうですね。あとやはり今若い女性でも節約志向が結構あるということも聞いたことがあるので、その本題は節約の対象にもなっていると。図書館めっちゃ好きなんですよ。あ、図書館、図書館に毎週とか結構通って、でなんかそうなんですよね、図書館雑誌とかも読めちゃうじゃないですか、うん、今で時間つぶしの愛とかで使っちゃうやつが多い。図書館にいるとなんか受けますね。結構初対人みたいな感じなんですけど、うん、トイレ行きたくなりますよね、図書館に。安心感で、ね、たくさんツイッターいただいてます。6万円くらいという方もいらっしゃる、すごい。まあ、電子書籍だとその例えばコボとかそうですけど、かなり割安に買えるので、まあ 紙で使う5万円とその例えば電子書籍で買う5万円ってかなり意味合いが違う時もあるので、よりあのたくさん買ってる人もいるのかもしれないなって感じが、このアンケート、あのコメントいただいてる感じからするとありますね。だって前回のオンエアでなんか100円とかで買えるっておっしゃってたじゃないですか。それとかは超お得でいいなって思って、なんで知らなかったんだろうっていうのは本当に思いました。そうなんです、丹下さん、電子の方が安い場合も結構あるんですよ、うん、なるほど、勉強になりますね。ガールズの皆さんにも浸透させてください。じゃんじゃん使っていきます。ちょっと引き続きこれはもっといろいろ考えて、そういうのをやっぱ伝えていかなきゃいけないんだなっていう、なんか気になりました。うまいまとめのコメントだなって思いましたけど。今自画自賛。でもどうでしょう、タイゲさんからじゃ逆に今こう読書好きな人とかたくさん見ていますので、はいはい、電子書籍今後こうしてくれたらもっと若い人に浸透するのになっていうのが、ピチピチ今時女子ならではの、コメント。なる
るほど。何でもいいです。何でも、でも安いのが一番ですかね。そうですね。じゃあブックライブさんに引き続き割引キャンペーンを頑張っていただいて、はい、お願いします。西尾さん、私たちももっと手軽に使えるってこと番組でアピールしていきたいですね。大変勉強になりますね、ちょっと女子力的なつながりの意味で言うとですね、昨日、ちょっと番組の告知をツイッターなどでしていた時にですね、ぜひ私の作品をって言ってきた作家さんがおら、女流作家さんがおられてですね、私の作品は非常にキュンキュンピチピチするんだっていう方がおられてですね、相川愛さんという方なんですけども、幻冬舎のドレスであるとか、最近だとディスカバー21という、出版社から出されていて、すごくバリバリのエリートというか、例えば MBA とか持っていたりして、今海外、アメリカに住まれているんですけども、非常に日本的な、なんだろう、ラブロマンスというんですかね、みたいなのをして、ちょっと紹介しておきたいな。これはディスカバーさんから出てるやつですね、ランブという作品。すごく、アラフォー世代 の、 そのキュンキュンというか純愛ものみたいなところを書いているので、こういうのを読んで私ぐらいの世代はキュンキュンしたいなと思いました。あ、表紙がすごい綺麗、気になる、幻想的な、いいですよね。本って本当に現実逃避できるからいいですよね。浸れるというか、ますますこの番組でも本をもっともっと皆さんに親しくしていただけるように頑張りたいなと、思いましたね。頑張ります。丹下さんもぜひ東大でeBook TV を宣伝してください。よろしくお願いいたします。さあ、今日はミラクルガールズのメンバーから丹下絵里さんをお迎えしてお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いては特別企画をお送りします。